で2月1日目座り込んだ時は夏の本当に暑い盛りの時でした。日射病で本当に救急車で運ばれる方々もいました。それから今や本当に寒い中でのこういった運動の防止に立ち上がりましょう。行動心から感謝を申し上げます。この戦いは私たちは絶対に負けない、絶対に屈しない、そういう思いの県民のその思いがここに集っております。体はここに、いらずともこの心はこのゲート前に、そしてあの辺野古の海に県民の総意が寄せられております。この戦いが政治を動かし、新しい政治を動かしてますが、この力、本当に沖縄県民のその力に私は心から敬意を表したい、そして自慢をしたいと思います。先だって北海道から小学6年生の子どもたちがこのゲート前に学童の卒園旅行だということで訪れました。その子どもたちが私たちに対して戦後70年にもなるのに、この沖縄にこの基地があり、私たちが考えていた沖縄は美ら海水族館があり、青い海に青い空、しかしこういう一面があるということで涙ながらに皆さん頑張ってくださいと、そういう言葉をかけていただきました。皆さん子どもたちは正義はしっかり何なんだということを分かってくれます。こういう戦いは必ず日本全国に世界に広がっていきます。頑張りましょう。これが沖縄県民のうちなんちの魂だということを私たちがしっかりと全国に向けて広げていき、勝利をするまでどんなことがあっても負けない、そういう戦いを続けていきましょう。先日、県の方に抗議に行こうと思ったら抗議は受け付けないということで、それでは申し出をしますということで申し出に県民ネットで来ました。で今のこのゲート前の現状、本当にこれが公務員のやることか、県民を守るための警察官ですかということを申し入れをしたら、皆さんもルールを守ってくださいという言葉が返ってきました。皆さんルールを守ってないのはどちらでしょうか。民主主義、民主国家の本当の根幹は民に沿うことではないでしょうか。民意はこのゲート前そこにあり、そして民意は辺野古の新基地は絶対許さないという沖縄県民のあの力の尾長知事の誕生があり、4人の国会議員の誕生です。この民意を、このルールを無視している政府に加担する、それがルール違反だということを私たちは県警にも、そして今日は海保にも国会議員が伝えていくと思います。そういう戦いをみんなで一緒に繰り広げていきましょう。負けません、絶対に負けません。頑固として勝利をするまで皆さんしっかり戦い抜きましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。マドンナ県議会、マドンナの山内聖子議員でございました。はい、ありがとうございます。